はい、かやのマンです。ゆえっぴです。はい、始まりました。はい、フレーバーを学ぼう。はい、今日はブラックペッパー、来ましたね。スパイス系ですね。はい、はい、まあコーヒーのフレーバーとして、はい、スパイシーというね、ざっくりとスパイシーでくくってコメントするという方法もまあ一応ありますけど、はい、まあ、それはごまかしのテクニックですね。いろんなスパイスがありますね。はい、そうなんです。スパイスというかね、いろんな種類があります。はい、スパイシーってくくるのは素人です。はっきり言いましょう。はい、プロはきちんと何のスパイスか、これを分けてコメントします。はい、ということで今日はブラックペッパー。はい、よく出ますねこれね。そうですね。はい、金属的でひんやりとした感じ、コーヒーにパンチと鮮明さを与えてくれる重要な香りです。その通りです。はい、ということで、はい、今日はねまず本物の匂いを、はいはい、嗅いでみようかなと。ガリガリね、引き立てのブラックペッパー。うん、やっぱり本物は鮮烈ですね。ああ、そうですね。これね、やっぱこう尖った感じがしますよね。そうです。でこれね、ちょっと苦味を感じさせる、はい、柑橘の皮にもよく似た香りなんですね。はい、これね、テルペンっていうね、はい、物質が、まあ、この香りをこの顔にたらしめる、はい、成分というわけなんですけれども、まあ、そのテルペンっていうのは柑橘の皮とかにも入っていて、はい、ブラックペッパーの香りと柑橘の皮というのは非常にこう似た傾向にあると、はい、まあ、料理なんかでもね、こうレモンとブラックペッパーって合わせたりしますよね。しますね。はい、なので非常に相性がいいと。はい、なのでコーヒーからレモンのような香り、または柑橘の皮のような香りを感じたら、一緒にブラックペッパーの香りもどっかにあるんじゃないかっていうふうに探していくというね。そう、それは一つのテクニックですね。はい、うん、コメントのテクニックです。ということで今日はブラックペッパーなんですが、豆知識をちょっとね。確かにそうですね。はい、最近の、はい、毎回やってますけど、はい、ちょっとこれホワイトペッパーってありますよね。はい、はい、うちもね、これ自宅で使ってるやつなんですけど、まあ、これにプラスしてうちホワイトペッパーもあるんです。まあ、使い分けはしてますが、はい、そもそもブラックペッパーとホワイトペッパー何が違うの。そうですね、はい、知ってるようで知らないというはいですね、ですね、はい、ちょっとこれをねイリエッティにお話ししていただきましょう。わかりました。説明しましょう。ブラックペッパーとホワイトペッパー、これ実は物は同じです。はい、同じ胡椒、はあ、実なんです。なるほど、はい、おなじみから作られる。おなじみから作られる、はあ、ただ白胡椒の木と黒胡椒の木があるわけではないです、ね、ではないんです。はい、品種が違うとかではないんです、うん、全く同じもので、黒胡椒の方は、熟する前です、ね、まだ青い状態のものを取って干したがブラックペッパー。なるほど、はい、一方ホワイトペッパーの方は、それが熟してくる、赤く熟するんです。でそれを取って水につけて周りのその皮を取ってから干したものです。あ、はい、なるほど。で胡椒っていうのは周りの皮の部分にすごいこの刺激的な、ブラックペッパーでいうとこの刺激的な香りがあるので、うん、ホワイトペッパーはその周りの皮を取ってしまってるから少し丸い印象なんですね。あ、はい、辛みも少ないですね。そうなんですよ、というのが今日の豆知識です。なるほど、はい、同じもので、はい、ブラックペッパーは未完熟のもの、はい、ですね。まだ青いうちで皮付きです。皮付き、はい、なるほど。だから見かけがこうシワシワしてる、はい、皮がついてる、皮がついてるんですね。
ホワイトペッパーは完熟したものを使って皮を取っちゃう、はい、取っちゃうんですね。中身ですね。中身です。はい。なるほど。ってことは胡椒もコーヒーと一緒で赤く完熟するわけです。そうですね。はい。でそれを脱穀して作る。はい、コーヒーに近いのはホワイトペッパー。ホワイトペッパーですね。ということは、こっちブラックペッパーはナチュラル。ナチュラルですね。ナチュラルの方が辛いという。なるほど。なるほど。まあコーヒー絡めたね。はい。豆知識でした。はい。これちょっとためになりましたね。はい。めっちゃ細かく引いてくよ。ということでこのサンプルもね、はい、取っていきましょう。うん。これは結構本物に近い。いい再現の再現。そうですね、うん。近いですね。うん。まあ実際になんかこのルネリューカフェの説明書を見ると。はい。実際にこの引いたブラックペッパーのなんかこう蒸留して作ったエッセンスらしいので、なるほど、うん、なので結構再現性高いですよね。高いですね、うん、じゃあこれとコーヒーがね、はい、どういう風につながってくるか、はい、このコーヒーにブラックペッパーの香りがあるかどうか検証していきましょう、はい、めっちゃ細かく引いちゃうよ。ちなみにこれコーヒー何ですか。これはコスタリカのラカンデリー。ほう、カンデリージャのハイロースターです。ああ、なるほど。そうなんですよ。どうだろう。結構フルーティーな感じが先に来ますね。ただ香りにはクックドビーフとか、はい、そういう感じの香りがあって、あ、そのフルーツとビーフの中をこう探っていくとペッパーが出てきそうな気もしますね。そうですね、やっぱりこうこれがガツンって出てくるものっていうのはなかなかないですかね、うん、リモンシードとかね、あ、たまに強く出ますね、はい、ニカラグアの ね、はい、ジャバニカ州。もしくはこのフルーティーな感じから柑橘の皮をたどって探り寄せる、はい、うん、かな。そうですね、ちょっとオレンジっぽい、うん、まあないとは言えないけど、強くは出てない。そこまで尖ってはないですね、うん、いう感じですかね、はい、まあ、そういう見つけ方、はい、うん、をしてもらえるといいかもしれないですね。そうですね、はい、もうブラックペッパーが出るとね、やっぱりこう、はい、すごくこうね強いじゃないですか、はい、尖ってね、はい、うん、本当にこう鮮明な、はい、輪郭のはっきりしたコーヒーになります、はい、一気に爽やかになるというか、うん、そうですね、柑橘も感じさせますからね、はい、まあ、そんな感じで、はい、ブラックペッパーの香りというのは、コーヒーのコメントにしてね、非常に便利ですので、はいはい、皆さんも使ってみてください。はい、かやのまんでした。エッティでした。次回のフレーバー講座でお会いしましょう。さよなら。さよなら。